僕、子牛のマッキーです。今ちょっと心配なことがあるんだ。学校が休みになると給食がなくなって牛乳を飲む子が減るんだって。牛乳には骨を作るカルシウムや筋肉を作るタンパク質などの栄養成分がバランスよく入っています。だからみんな休みの間も毎日牛乳飲んでほしいな。